はい、SF です。こんにちは。まあ今ちょっとパッと本当は外で撮りたかったんですけど、ちょっと時間がポッとできたんで、動画をちょっと車の中で、残念ですけど、景色が撮りたかったですけど、まあカメラ回します。そんでまあちょっと買い物のね、待ち時間なんですけど、今まあいつもね、自分が話すパターンが多いんですが、動画を見てくれる人に、今度は僕が質問っていうか、どうしてるんかなっていう質問になるんですけど、まあ今消費税が 10% じゃないですか。まあ皆さんどうやって暮らしとるんかなと思って、まあ、基本的に僕サラリーマン、まあ製造業がメインですけど、それで働いてると大体手取りで、まあ残業とかもまあ入れて、まあ20万ぐらい、まあ20万ちょっと超えるかな、残業やっとれば、手取りで。まあそれぐらいなんですけど、まあ20万もらったとするじゃないですか、一月。まあこれぐらいの給料だったら、まあ、もしかしたら新卒の子でもね、今だったら稼いじゃうかもしんないんですけど、まあ自分新卒の時13万5000円か14万円の給料したけどね、手取り。まあそれは置いといたとして、まあ家賃が5万円ぐらいですね、今 1K アパートで。なんで15万円で食費なり携帯の通信費なり、まあ趣味に使うお金も当然あるんですけど、払うわけじゃないですか。いやー、どうしとるんかなと思って、まあ20万円手元にありましたって言って、消費税で20万円分使おうと思ったら、まあね、 10% 取られるわけですから、18万円分の買い物しかできないわけじゃないですか。まあ18万円使ったら 10% で1万8000円の消費税なんで、まあ20万円のお金があったら18万円分のお金を使う力しかないわけなんですけど、そんなんでね、まあそんな経済力しかない僕ですけど、そんなんでみんな家族を養ったり、まあ、嫁さん食わしたり、子供を学校に連れてってあげたり、まあ、当然ね、お父さんならなんか娘に服買ってあげたりとかあると思うんですよ。まあ、食費ぐらいだったらなんとかなると思うんですけど、まあ、みんなどうやって子育てとか家庭を回しとるのかなと思って。まあ実家に入っちゃうって人はね、いるとは思うんですよね。実家にあったら家賃取られずに、まあじじとばばですよね、が孫の面倒を見てくれて、多少経済的支援があるって風で、なんとか家庭を回しとるよっていう家もあると思うんですけど、まあ実際そういう家ばっかじゃないですからね。その仕事のある場所へ来て、まあ、家族を養っとるっていう、まあ、お父さんなりお母さんなりいると思うんですけど、まあ、共働きもそもそもよ、ね、嫁さんはこう子供の子育てとか面倒を見とったら、まあ、共働きできればいいんですけど、ある程度お子さんが大きくなって、小さかったらできないですからね。家に誰もいないっていう状態は多分無理でしょうから。いやー、20万円でどうして暮らしとるやーって。まあもしかしたら、まあ僕アラサーなんで、まあ30代になって40万円ぐらいに手取りで稼いでるよっていう優秀な人もね、当然おるとは思うんですけど、まあ、ちょっとどうやってみんな生計を立てて頑張っとのかなっていうのを割と不思議に思うなと思って、カツカツか、まあ僕一人暮らししとって20万円でカツカツなんで、まあお金が稼ぐ必要性があるなと思って、まあこうやって動画撮ったり、これからお金を
ね、自分の力で稼いでいくっていうことを努力しなあかんなーってのは思ってるんですけど、いやみんなどうしとるんですかね。はっきり言って20万円の給料で嫁や子供を養うのなんて無理ゲーすぎて、まあ無理やぞっちゅう話なんですけど、まあそれでも育ててるんですかね。まあちょっと想像がつかないっていうか、本業以外にアルバイトをするしか収入源を増やす方法ってないと思うんですけど、まあ、多少独身よりもね非課税枠が多くなると思うんで、まあ多少はまあ天引かれる税金が軽くなってんのかもしれないですけど、どうなんですかね今の、まあ、子育てをしとるというか同世代で家庭を持っとるって人は、まあ逆に子供を作らずに、まあ自分が働いて嫁さんも働いて、まあ2人でね子供なしで夫婦だけでこう家庭を築いてる人もいると思うんですけど、子供がいなくてもいいよっていう、まあ、そういうパターンが多いのかなって、結婚して、まあ、多いのかなって思いますけど、まあ普通だったらね子供抱っこしたいねって奥さん欲しいねとかってきっと思うでしょうから、これからの僕はもう半分以上諦めてますけど、みんな頑張りましょうねっていうか、同世代で子供一人育てるだけでも大変だと思うんですけど、まあ生きていくだけで精一杯、20万円そこそこの給料で生きていくだけで全部食っていくだけで、自分一人が食っていくだけで精一杯で終わっていっちゃうっていう人生が、これからね僕以外じゃなくてもいると思うんですよね。まあ当然そりゃそうだろうっていう話なんですけど、なんでまあこれから、まあ、画面の向こうにもたくさん似たようなやつがいっぱいいるでしょうけど、まあどうしたらいいかって言ったらお金を稼いだらいいっていう話なんですけど、まあなんかいいアイディアとかね、こういう風にしてるよっていう人がいたらちょっと参考にまた教えていただけたらね、僕も励みになるんで、まあ、そういうことをちょっとパッと思ったっていうだけの話なんですけど、まあそういうことで、なんかあったらアドバイスください。ありがとうございました。